はいどうも、佐久間優吾です。本日も人生に役立つ情報をこちら千葉県旭市 JR 日形駅から徒歩30秒ほどにございます手作りアクセサリーのお店ラスタ、こちらから全世界中に配信しております。ということで本日も自己成長のための人生に役立つ知識を共有しながら、教えることはできませんが共に学んでいきましょう。ということで本日のお題は、タクシーの窓を開けて挨拶するとお別れの感動が2倍になる、こちらのお題を今から読んでいくぜ。あなたがタクシーで誰かから見送られる時を思い出してください。タクシーの窓を閉めたままお辞儀で終わらせていませんか？一応お別れの挨拶になっていますが、十分とは言えません。恥ずかしい、お辞儀で十分、窓を開けるのが面倒などの気持ちがあるのかもしれません。しかし透明の窓ガラスがあってもやはり一枚の壁です。窓を閉めたままではお互いの声が聞こえにくい、お互いの気持ちの行き交いも防げます。見送ってくれる人の気持ちに応えるためにも、きちんと窓を開けて挨拶しましょう。窓を開けるかどうかで別れ際の印象が大きく変わります。窓を閉めたままより窓を開けてお別れする方が気持ちのいい余韻が残ります。お互いを隔て、わかんない、読めない、お互いをなんとか隔てる壁がなくなるので、名残惜しい言葉や気持ちのやり取りがしやすくなる。ありがとうございます、また会いましょうという一言もしっかり相手の心に届きます。最後まで手を振るとますます感動的になるでしょう。タクシーの窓を開けて挨拶すると、お別れの感動が2倍になるのです。今日の格言、見送られるときは車の窓を開けて挨拶する。なるへそね。確かに、うん、それは好印象だね。うん、俺も心がけて今度からそうしよう。まあ、なかなかタクシーに乗る機会ないけど、この田舎だと、うん、まあ、普通に車で、うん、移動するとき、帰るとき、うん、そうしよう。いい勉強になりました。本日もご覧いただきましてありがとうございます。ぜひチャンネル登録とコメントの方バシバシお待ちしております。それではまた明日、ドローン。